ちょっと冷ます。コーヒーが冷めてしまいますよ。まだ冷ます。切れられるかな。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年8月7日日曜日の午後6時56分です。今夜は花火大会を開催します。花火の打ち上げは夜7時からですが、広場には日中から屋台が出ていますよ。私も今日は広場に立って花火のデザイン募集や記念グッズのお渡しをさせていただいておりますので、広場にお立ち寄りに際はぜひお声掛けくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、見て見て、浴衣。現実で浴衣を着ることなんか全くないんだけどさ。小学生ぐらいの時までしかない気がする。一応ね、なんか夏祭り、祭りはね、毎年行くし、花火大会も毎年行くんやけど、いいね。賑わってるね。てか、屋台一軒しかないんかい。こつら。アイラさん、今夜7時からの花火大会に向けて、ちょうど今準備しているところなんです。屋台一軒とかボロ儲けやんね、つねきち。他の子たちも出せばいいのに。ね、ボンボンボンって出してほしいよね。今夜の花火大会では、オリジナルデザインの花火を打ち上げる企画も予定しているんですよ。そうだ、まだ花火のアイディアを募集中なので、いい案があったらぜひご協力ください。マイデザインでさらっと書いたものを持ってきていただくだけで構いませんので。マイデザインでさらっと書けねえんすよ、私。そんなね、簡単に言うけども。すいません、まだ準備中なんですわ。おや、これはこれはアイナさんやないですか。今日はこの通り、広場をお借りして出店をやらせてもらおう思ってるんです。ちゅうわけで、花火大会が始まったらぜひ寄ってってくださいね。日中から屋台があると言ったのに、日中に出ている屋台というのはあれですか。全然機能してくれないんすか。今年は駆除の景品に花火を見ながら手軽に片手で食べられるお菓子やドリンクもご用意してますんで、お祭りに屋台の定番ってやつですわ。ぜひ後で引きに来てくださいね。花火大会が始まる19時やから、19時からやりますんで。かそれはさ、あれじゃない、ハニーさんの島でやりよる9時と何が違う、一緒じゃね、片手でつまめるようなものね。ご予約がちゃんと用意されてある、いいね。あ、何？みんなもう空見上げよる？あと1分や。みんなもうめちゃくちゃ、え？まだ暗くないけど？暗くなってきた？ねえねえ、最近アイラさんと全然お会いできなかったですね。数えてみたら1ヶ月もお話ししてない。私にとっては深刻な問題ですよ。会えなかった時間を埋めるくらいお話ししましょうね、タフン。マミーさん最近話してなかったっけ？お。来たぞ。皆さん、ただいまより花火大会が始まりますよ。さっきまでベンチあったっけ？てか今の放送は誰？たぬきち？で、しずえさんそこにおるもんね。はぁ、あ。いいね、いいね。花火。それでもまだそんなに暗くないんよね。もうちょっと暗くなってからの方が良くない？雰囲気。花火って。いや、私も今年花火大会行ってきたよ。それがね、あれなんよ。別に誰にも話しかけられてないけど。は？ん？違うな。一瞬ゆうたろうかと思った。アスムの家のポストだったわ。あれなんよ。私今年、毎年ね、まあ、一つしか行かんねやけど、今年はね、二つ花火大会に行ってきたんよ。ただ、一つはね、もうめちゃくちゃほんと、5分も見れてないような気がする。いや、買い物の方がメインになってしまってね。ああ、いいね、いいね。ちょっとスコップ持っとったら決まらんね。おー、雪雪雪。ただやっぱり真っ暗になっていただきたい。そして雲が邪魔だ。こういう、あー、いいね、いいね、いいね。しだれる感じめちゃくちゃいいね。
綺麗だわ。なんかね、手持ち花火とかもやりたいんやけどさ、あれよね、毎年毎年ほんとその辺でめちゃくちゃ売り出すやん。ドラッグストアでも売り寄るし、コンビニでも売り寄るし、座っとる一人だけやのにね、めちゃくちゃ手に入るくせに全然手軽に花火できる場所ないんよね。やばくない？海とか行かんとできんやん。今公園とかも禁止されとるけん。アイナくん久しぶり。1ヶ月ぶりくらいじゃない？え、そんなに空いてないって？あれおかしいな。さてはアイナくん、僕が寝てる間に遊んだんでしょう。もういけずなんだから。弟子アンチョビはあれだよ、この間虫捕り大会の時におったよね、近くに。お、みんなそろそろあれかい？飽きてきた？ちょっと飽きてきた？花火に。いや、2回目の花火大会はちゃんと、最初から最後まで1時間ぐらい見れたよ。うん。車の中からやけど。ささ、くじ引きをされる方はこちらの箱からどうぞ。ええもん当たりますせ。じゃあしますね。声の店員さんに声かけたらやってくれるんじゃない？自分でくじの箱を調べんといかん。はい、どうもどうもどうも、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。花火大会限定、楽しい景品や美味しいお菓子、ドリンクが当たる稲荷くじはこちらでございます。花火大会限定って言うけん、やっぱり中身は違うんかな。空くじなしで1回たったら500ベル、いかがですか？やります。くじ引きってワクワクするよね。ただなんか小さい頃ってより一層ワクワクしとったんやけど、今ねそのお祭りの屋台とかでくじ引き見てもなんか昔思っとったほどいい商品ないよねって思うよね。まあ毎度ほな1枚引いてくださいね。どれどれ。17番ですね。ほんならメロンの綿あめを渡します。綿あめに味が。最近さ、めちゃくちゃカラフルな綿菓子とかあるよね。あ、なんか、なんて言うん？グラスというか、なんかプラスチックのカップみたいなのに入ってる綿菓子あることない？もういいです、はい。昔はさ、ほとんどなんかあの、キャラクターの書かれた袋に入っとる綿菓子一択やったような気がするんやけど。メロンの綿飴やって、え、なに？はい、なんでしょう。私、花火大会という日にうってつけのグッズを持ってるのよ。気になるでしょ。それはね、手持ち花火よ。よかったら、アイナさん、受け取ってちょうだい。おー、ありがとう。こういうのって、主人さんからもらうわけじゃないのね。打ち上げ花火の派手さとは違った趣を楽しんでね、立ってば。ね、蚊がやってきよる蚊がめっちゃやだ。捕まえよ、あれ。あれ捕まえよ。虫のステッキ。え、待って、ないし。待って、噛まれたくない。ちょっとずつ、待って。おー、さえな。なんかこうやって話すの久しぶりだな。え、島にはいたって？じゃあ、なんでオイラと話してくれなかったんだよ。まさかお前、オイラに内緒で秘密の特訓をしてたんじゃ。くぅ、そういうことか。オイラとしたことがうっかりしてた、の心。なんか離れてた？しかし、刺されたら嫌やけん、とりあえず先に。捕まえて。全然捕まえれんし。よし。顔捕まえた。吸ったもの返して。ほんとよね。もう特に私なんか年中貧血気味なんやけんさ。取られよる場合じゃないんよ。手持ち花火、手持ち花火やろう。どこ行った？これか。赤い手持ち花火。ねえ、ちょっと誰も花火持ってないん手に。一緒にやろう。違う。お待ちかねの花火大会が始まったよ。僕も夜空の花火みたいに思いっきり弾けちゃうんだ、弟子。これさ、近寄って、やったら一緒にやってくれるんやっけ？誰もやってくれねえ。あ、やりよる、シャンティ！やったね。もうちょっと近くでやってくれてもよろしくってよ。あー、いいね。めっちゃちゃん、熱くない？めちゃくちゃぶつかってきたけど。ありがとうね。
ねえアイナさん、富岡さんを飾る打ち上げ花火って人と似ていると思わない？どんな色や形をしていてもそれぞれにオンリーワンの個性があって魅力があるってことよ。だってば、もうなんか語尾がさ、私最近って言っても結構前からやけどちょっとね、ナルトを一気見していきよってけんさ、まだ見終わってないけど、なんかナルトにしか思えんのよねだってはヨガ足りんっていう感じ。こんな日でもマスターは働いているのかしら。こんな日でもマスターのところを訪ねる人はいるのかしら。マスターもね、出店出せばいいのに。夏祭りでコーヒー提供、いいやん。は、誰も来ていない。ね、マスターこんな地下におらずにさ。あ、見て見て見て。あ、なんか店の奥、埴輪めっちゃ並んでない？埴輪集めようんやね。コーヒー一杯200ベリですけど、いかがです？あ、じゃあお願いします。かしこまりました。ねえ、外騒がしいよ。出ようよ。カップちゃんとマスターの絵描いてあるんやね。どうも。冷めないうちに入れたてをどうぞ。ちょっと冷ます。あえて。ちょっと冷ます。うう、点々が多くなった。ちょっと冷ます。コーヒーが冷めてしまいますよ。まだ冷ます。切れられるかな？怖い。この無言がすごく怖いのだが。ねえ、喋ろう、マスター。どこまで行けるんかな。もうそろそろ特に意味はないとか。もう最後まで行ったんかな、これ。めちゃくちゃ冷ますやつ多分これはもうないかな。わからん。いただきます。ぬるくても美味しい。さすがマスター。多分マスターは熱々を飲んで欲しかったんやろうけどね。いや、私ホットミルクとかでもさ、まあ、コーヒーはまず飲めんけんあれないけど。ありがとうございました。明日からは右のカウンターからもどうぞ。右のカウンターからも？テイクアウト用のコーヒーをご用意しますから。ありがとう。今超嫌がらせみたいなことしたのに、常連認定してくれたんやね。嬉しい。いや、私ホットミルクもさ、あの熱々が飲めんけん、ぬるいぐらいがいいんよね。昔寝る前とかによくホットミルク作りよった。上がってるね。はー、いいねいいね。私さ、あのちっちゃい花火がなんか大量にババ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 って上がりよるの好きなんやけど、わかる？ラストら辺によくあるやつはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いや、今年はね、結構夏もそうやし、他の季節もそうやけど、いろんなイベントがね、解禁になってきたけん、ちょっと楽しみが出てきて、いいよね。